なんかね、薬品も入れられたけど、はい、冗談も言ったりして笑わせるみたいな、はい、なんかこう、上げて下げてみたいな。矢野進先生というのはどんな先生だったんですか？優しかったね。あ、優しい。当時学校にいた、じゃあちょっと同時期に学校にいた人もたくさんいると思うんですけど、なんか面白い話だったら聞きたいなと思うんですけど、まず1期生には吉富さんがいまして、うん、吉富さんってどういう先輩でした？静か、うん、だけどなんかいつもこう姿勢を決めて乗ってる感じだったよな。ピチってピチッとしてる人だった。なんかうまいっすか、やっぱり。うん、もうなんちゅうのかな、芯がある感じがある、こう当時から。あ、やっぱそうですか、うん、でもあんまりうるさいとかそういうタイプじゃないですか。でそういうこともない、寡黙というか。優しいんですか？どうぞ喋ったりしました？あんまないね。1期生とあんまり喋ることがない。2個離れると、うん、やっぱり全然こう下になんかこうないんだよね。1個が一番ガツガツなんですか？ガツガツ分かる気がする。俺はもう下はあれだけど、その、はい、もう1個行くとそんな、なんかで5期生にはあんまり関わりはないんですね。そんなにあれだった。2期生4期生っていうのが、まあ、密なわけですか、うん、あと武藤調教師もいますよ。うん、むっちゃんね、面白かったね。面白かったですか？うん、武藤さんと岩田さんは面白かった。武藤さんと岩田さんは面白い。どう面白いですか、あの二人は。なんかね、焼きも入れられたけど、はい、岩田調教師とかなんか焼き入れられたけど、はい、なんか冗談も言ったりして笑わせるみたいな、はい、なんかこう上げて下げてみたいな。あんま今と変わんないじゃないですか。そうそうそう、やってることはあんま変わんないんだけど結構いじるの好きですもんね。大体 お化けの話とかしたりとかね。何ですか、お化けの話じゃないですか？そういうなんかね、幽霊話、怪談。怪談だんだんこう焼き入れた後になんかそんな話をしてなんか和ましてみたいな、はい、何がしたいんだろうなと思って意味が分かんない。武藤さんじゃあ、まあなんか、まあ、全然なんかいい人で、はい、なんかこうよく失敗してたりとか、はい、そういうのはあんま変わんない。皆さん失敗ってどういう失敗をするんですか？商売で落ちてとか、はいはいはい、なんかよくしょっちゅうやってた。ああ、そうですか。うん、面白かった。じゃあ2期生伺いますよ。2期生やっぱり横山典弘さんがいらっしゃいますけど、のりちゃんも全然なんかそんな、まあやっぱり横山富夫っていうね、があるからね、なんかそんなに変なっていうか、そういうあれはなんか、あのいじめてきたりはしない、そういうのはなかったね。あ、のりさんは、うん、そういうの関わってなかったね。あ、そうですか。うん、まあいるけど、うん、そういうこと積極的にこうやるっていうタイプじゃないと。やめときゃいいのにと思いながらやってたのか、まあ、分かんないけど、まあ、じゃああんまりでもそういう感じも今と変わんない感じがしますね。その人との関わり方というかね。その馬乗りはどうでした、乗りさんっていうの。あんまりイメージないんだよ。あ、そうですか。うん、俺がなんか要するに厩舎ごとにこう、はい、先輩と番号があって、はい、でまあその厩舎で同じ番号でその割り振られてたから、はい、だから配属されてたのが俺は森かっちゃんだったから、はい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 。で森勝ちゃんとなんかこうよく話はしたりしたんだよね。森勝さん、うん、あと僕がなんとなく聞いたのがよくうまいという競馬学校でうまかったと聞くのが松永幹夫先生。あ、どうですか、幹夫さんってどういうタイプだったんですか？静かだったよ。まあそういうのイメージ変わんないですね、やっぱりね、うん、なんか絶対そういうことにはもう加担しないもうあのだんだん絞り込まれてきますよ、そういう誰がしてたのかっていうだからダメ、あまり喋っちゃう、はい、2年生からその厩舎が決まって実習みたいなのに行くんですか？うん、2年の半分ぐらいのところかな。で、まあ、あの2年生の時からも矢野進む厩舎。そうそうそう、矢野進む先生のとこ決まったっていうのは経緯があるんですか？分かんない。あ、もういきなり言われてって感じですか？全然、うん、俺が接点あったわけじゃないし分かんないけど、あの後に先生からそういうこと聞いたりもしてるんですか？聞いた方が良かったじゃないですか。なんで僕を取ったんですかとか。いや見どころがあったんだとかそういうのあるかもしれない。失敗したって言うかもしれない。うまいじゃなかった。あの実際じゃあその、まあ、現場というかもう本当の競馬に使う競走馬と触れるようになるわけじゃないですか。うん、それでやっぱ違いました、競馬学校に行った時とは。違うね、やっぱりね。攻め馬とかもやっぱ。うん、現役の馬ですか？自分も緊張するしね。あ、やっぱり、まあ、馬だとか、はい、実際に競馬走ってるまでさ、もう憧れみたいなもんじゃん。特に矢野進む厩舎なんていったらすごい馬たくさんいましたよね。その時もだから、俺だってリーディングとかだったから。あ、だからダイナークトレスが函館2歳勝って帰ってきてたから、はい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 、もうそれはもうそりゃ、スクラムダイナがいたり、はい、車台も
今全部いたからね。そういう馬たちの調教に乗ったりもしたんですか。まあある程度は、よっぽど上はギャロップとか、アクトレスとかは乗ってないけど、運動とかは乗ったけど。矢野進先生っていうのはどんな先生だったんですか。優しかったよね。あ、優しい。うん、怒られたもんね。それは自分がいい子だったからの、そういうことじゃなくて。全然ね、敵が寛大だった。昔はそれこそね、靴磨きとか庭履きとかって俺あんまりしたんだね。え、うん、僕もよくそういろんな調教師の先生にジョッキー時代、下乗り時代の話聞くと、もう靴磨きから掃除から、もう全部やらされてね、外の履き掃除もしたり、あと先輩たちの靴もなんかやるとか、うん、特にそういうの仲良くないんですか。なかった。敵がこう言っても俺そこで寝てたもん、はい、寝転がってテレビ見てたんだ。もう旧車に寝泊まりしてたんですか。上にいたから。ああそうですか、うん、女手の調教師でじゃあ結構穏やかだったんですね、すごいよくしてもらったんだね。まあそれ今までも結構聞いたことありますけど、やっぱり矢野進先生がいなければジョッキー指長選手の、うん、車内グループの馬だってたくさん乗せてもらったのだってやっぱりね、先生の、まあ、上級者の先生同士のつながりっていうのもあって、そういう人だけ、まあ、前田先生とか松永勲先生とか、まあ、いろいろ仲いい先生ともすごく乗せてもらったし、いろんなことがやっぱりそういうので、うん、まあ、応援してもらったよね。競馬学校生の頃、そのじゃあ矢野進級者に出入りしてて、あんまりその怒られたりしないんですか。もっと足をこうしろとか。まあいろいろその細かなことはあるにしても、はい、なんかすごい怒られて、まあ要はアドバイスというか指導というか、そういうのぐらいなんですか、うん、ちょっと僕わかんないですけど、ジョッキーとかって先輩とかからこう教わったりとかってするもんじゃないんですか。どうなんですか。まあそういう教わるよね。だからうちの芸者はよく乗ってたジョッキー、まあ、結構いろいろいたから出入りしてたよ、はい、いろいろなジョッキー可愛がったりしたから。あ、ちなみにどなたたち。島崎勇、横田忠光、はい、まあ、まあ大体そういうのを手伝いに来て、はい、で上になったらもう柴田正人、岡部幸男とかその辺が上のクラスは乗ってたから、あ、まあクラ持ってったり、はい、ね、その勝負持ってったり、なんかいろいろそういうことをやってたからね。あ、いう中でじゃあアドバイスとかちょっと聞きたいことがあったら聞いたりとか、うん、そうそう、どういうのですかとかっていうのは聞いたりして、よく競馬学校のエピソードでいろんなジョッキーから聞くのは、うん、やっぱ甘いものとか食べ物が制限されてるんですか。甘いものじゃなくて食べ物、食べ物、おやつとかが、なんか俺が見たのはボックスになんかおやつがしまってあって、じゃあやっぱ時代なんですかね。それ最近の競馬学校なのか。そうですね、おやつ箱があって鍵を教官が持って出てきた。当時はそんなのないですか。ないね。だってご飯も制限されてた。はいはいはい。もうじゃ何もかも、もう食べるものがコントロールされてるんです。そう。それであまりに俺らが脱走するから。え、待ってください。脱走ってどういうことですか。